見届けに来た。今の彼女は魔力を激しく消耗している。たとえ暴走状態となってもその体はすぐに壊れてしまうだろう。今のうちに穏やかな眠りにつかせてやるのが彼女へのせめてもの選別だ。愛する者たちを怖がらせたくないからか。暴走してもなお己の意識と人の形を保てている魔術師は君が初めてだ。純粋なる魂は魔術の法則さえ打ち破ることができるというのか。アロラ、ここは高級から随分離れている。だが私なら魔術でシリンの水鏡の幻影を作り出せる。そこからもう一つの世界の人間と話すことが可能だ。君はどうしても彼の歌が聞きたいのだろう。アロラ、大丈夫か？うん、また会えたね、おじさん。アロラ、ちょっと疲れちゃって。アロラ、君は？おじさん、悲しまないで。アロラは本当に平気なの。ただ、おじさんの歌が聞きたいなって。そう、昨日の歌、アロラ、まだ最後まで覚えられてないから。わかったよ。アロラが聞きたいのなら、何でも歌ってあげよう。星が包んだ小さな足跡、軒下の花は咲く。雪は溶け雪、足跡は消え、少女はもういない。空をかけ宇宙の果てまでたどる。
なら手をつなごう。アロラ、覚えたよ。歌っているとお腹の調子も良くなるんだ。疲れたな。ちょっと眠るね。ちょっとだけだから。君のやりたいことは分かった。私が時間を稼ごう。だがどれくらい持つかは分からない。すまない、頼んだ。無事だったのか。スターズハイで舞台に上がった途端、君は行方不明になってしまって、ここ2日、学校のみんなで君を探したんだぞ。理事長が突然天文学部の校舎を封鎖すると言い出したから、状況を確認しに来たんだ。警察にも通報したんだが、まだ封鎖の理由は分かっていない。それより、君は2日もどこに行っていたんだ。君、ちょっといい？理事長から指示が出ているんだ。君を見つけ次第本部棟で調査を受けさせるようにって。本部棟になら、さっき立ち寄ってきたところだ。理事長室には誰もいなかったが。シーラン、僕たちは孫先生のゼミ生だ。僕たちが先生の指示をでっち上げるわけないだろう。先に彼女を本部棟に連れて行くよ。先生はすぐに来る。君たちはこんな真夜中に一人の女子学生を誰もいない校舎に連れて行こうとしている。理事長の指示だとしても明らかにおかしい。
これはセントセシルの校則にも反する行為だ。シーラン、孫先生はどんな手を使ってでも彼女を連れてくるようにと言ったんだ。心配ない。僕がいる限り君は安全だ。行け。君は天文台の粒子加速器を止めたいのか。手伝おう。わかった。僕が足止めする。君は全力で走るんだ。僕は大丈夫。君にはやるべきことがあるんだろう。手強いな。くそ。お前の全てを俺に教えてくれるか。美しいお嬢さん、俺の城に招待させてくれないか。雨の日も君は私の隣にいてくれる。ほら、俺の生かした姿をくそよく覚えておけ。お前と同じ道を歩めるなんて実に光栄だ。君が来るまでここで待ち続けるよ。耐えろ。お前の全てを俺に教えてくれるか。くれ。
雨の日も君は私の隣にいてくれる。ナイスコンビネーションだ。抵抗はやめなさい。これは赤力のフィールドだ。むやみに近づいたところで怪我をするだけだぞ。それは失礼じゃないか。私は科学者だ。これは立派な科学の研究だよ。